日本関東地方東京都大田区大田区の町名本校大田区の町名では、東京都大田区における現在の町名を一覧化するとともに、明治時代初期以来の町名の変遷について記述する。1、品川町に、大井村3、大崎村4、目黒村5、石踏襖村6、平塚村7、大森村8、入り村9、調布村10、池上村11、 孫目村12、羽田村13、鎌田村14、六号村15、矢口村16、駒沢村17、世田谷村18、玉川村19、松沢村東京都大田区は、昭和22年3月15日、従前の大森区とかまた区の区域をもって成立した。大田は、大森と鎌田から一時ずつ取った、合成地名である。以下、明治時代初期から、 大田区成立までの行政区画の変遷について略述する。現在の大田区の区域は、かつては武蔵区に江原郡に属し、明治2年から4年までは品川県に属していた。江原郡の区域は、現在の品川区、大田区、目黒区のほぼ全域と世田谷区の一部に相当する。明治4年7月、廃藩置県が実施された。同年11月、 従来の東京府、品川県、小菅県が廃止されて、新しい東京府が設置され、江原郡の区域は東京府に属することとなった。同時に、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りが見直され、改めて11大区、103小区が設置された。後に、大田区となる区域は、このうちの、 第7大区第3.4の小区に属していた。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に十五区六軍が置かれた。後に、大田区となる区域は、このうちの江原郡に属していた。明治22年、市制、町村制が施行され、東京市が成立。 深野の六郡は、既存の町村が整理統合されて85町村となった。この内江原郡に属していたのは一町18村であり、現在の大田区の区域に該当するのは、大森村、入荒村、まご村、池上村、調布村、鎌田村、矢口村、六号村、羽田村の旧村である。これら旧村は、明治30年から昭和3年の間に、 相次いで調整を施行し、大森町、入新町、まごめ町、池上町、東町府町、蒲田町、矢口町、六号町、羽田町となった。昭和7年10月1日、東京市は周辺の5軍に属する82町村を編入し、いわゆる大東京市が成立した。なお、従前の6軍のうち、南都島軍と東多摩軍が、 明治29年に合併して豊玉郡となっている。編入された82町村は20区に編成され、東京市は既存の15区と合わせ、35区から構成されることとなった。大田区の前身である大森区と鎌田区はこの時に成立したもので、大森町、入新町、まご町、池上町、東町府町の区域が大森区、鎌田町、矢口町、 六号町、羽田町の区域が、鎌田区となった。昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が設置された。この時、大森区、鎌田区を含む35区は、東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、前述の通り、これら2区の配置文号により、大田区が成立した。旧大森区に該当する区域は、 明治11年の軍区町村編成法施行の時点では、荏原軍に属する、大森、富入と、荒井塾、真米、池上、石川、雪が、谷、市野草、霧ヶ谷、包み方、下、池上、徳持、久我原、道道橋、宇野木、峰、下沼部、上沼部の18村に分かれていた。このうち大森村は、明治五年に、西大森村、 東大森村、北大森村が合併して成立したもので、他の村は江戸時代から存在したものである。霧ヶ谷村は江原郡内にあった同盟の村と区別するため、孫ごめ霧ヶ谷村と呼ばれていた。久ヶ原村は、孫ごめ久ヶ原村と六号り久ヶ原村があったが、両者は明治5年に合併している。明治22年の市政町村政志向に際し、 上記十八村は、荏原郡大森村、入荒村、まご村、池上村、調布村の五村に編成された。このうち、入荒村は、不入戸村と荒井宿村が合併。池上村は、池上、石川、雪が、谷、市野草、霧ヶ谷、包み方、下、池上、徳持、久我原、道道橋の十村が合併。調布村は、宇野木、峰。 下沼部、上沼部の4、村が合併して成立したものである。大森村と、まごめ村は、明治22年以降も単独で村制を継続した。なお、旧池上村の一部は、まごめ村に編入され、うのき村の飛び地は、調布村と矢口村に編入された。大森、入り洗い、まごめ、池上、調布の号村は、以下の通り調整を施行した。昭和7年、 これら五町が合併して大森区となった。以下は明治22年以前の旧村名、同年の市政町村制施行時点の大技な昭和7年の大森区成立時の町名の対象表である。大田区では1964年から順次区内の住居表示が実施され、1970年までに埋め立て地を除く全域の住居表示実施が完了している。以下は 旧大森区の地域の住居表示実施直前の1963年、現在の町名と現行町名の対象表である。旧鎌田区に該当する区域は、明治11年の郡区町村編成法施行の時点では、江原郡に属し、鎌田新宿村、北鎌田村、三園村、女塚村、八幡塚村、高畑村、増敷村、町屋村、古川村、 羽田村、羽田両市町、鈴木神殿、工事、谷村、浜竹村、下袋村、萩中村、矢口村、こ城村、下丸子村、道塚村,村、蓮沼村、今泉村、原村、小林村、安形村の一二24村があった。このうち工事、谷村、浜竹村、下袋村は、明治12年に合併して新たな工事谷村となり、 この区域の町村数は一町二十二村となった。明治二十二年の市政町村制施行に際し、これら一町二十二村は、配置分合され、江原郡鎌田村、六号村、羽田村、矢口村の四村に編成された。これら新設の四、村と九町村との対応関係は、以下の通りである。上記の九町村名は、鎌田村、六号村、羽田村、 矢口村の大あざなとして引き継がれた。なお、えばらぐうの村は大部分が、調布村に編入されたが、道村の飛び地は、蒲田村と矢口村に編入された。羽田村は明治40年、蒲田村は大正11年、六号村と矢口村は昭和3年、それぞれ調整を施行し、羽田町、蒲田町、六号町、矢口町となった。昭和7年、 これら4町の区域をもって、鎌田区が成立した。旧羽田町の5つの大技は17町長に再編された。旧鎌田町、六号町、矢口町の大技らはおおむね鎌田区の町名に引き継がれたが、以下のような変更があった。鎌田区成立の5年後の昭和12年には、鎌田地区と六号地区で大幅な町名改正があった。下表は、明治十二年以前の旧村名。 同年の市政町村政施行時点の大技な昭和7年の鎌区成立時の町名昭和12年の町名変更実施後の町名対象表である印の町名は昭和12年の町名改正により廃止されたものである東京府と神奈川県の境をなす玉川の両岸には東京府側に神奈川県の飛び地神奈川県側に東京府の飛び地がそれぞれ存在していた これは、玉川のかつての打行跡に生じたものである。明治45年、法令によりこれらの飛び地が解消された際、神奈川県吉序郡三行村の一部が、東京府江原郡六郷村及び矢口村へ編入された。このほか六郷村古川の一部が吉序郡三行村に、六郷村八万塚の一部が吉序郡川崎町に、羽田町羽田、羽田漁師町、 鈴木神殿の各一部が吉珠軍大使河原の村にそれぞれ編入された。大田区では1964年から順次区内の住居表示が実施され、1970年までに埋め立て地を除く全域の住居表示実施が完了している。以下は旧鎌田区の地域の住居表示実施直前の1963年、現在の町名と現行町名の対象表である。 羽田空港用地は、元は、玉川川口に位置する佐々であった。この地は、天明年間に、羽田漁師長の鈴木渡るご遺門によって管託され、後に、彼の名を冠して、鈴木神殿と称された。鈴木神殿が、羽田漁師町から分離するのは、文化12年のことである。鈴木神殿は、明治22年羽田村大和鈴木神殿となり、 昭和7年の鎌区成立に際して、羽田鈴木町、羽田穴森町、羽田江戸見町となった。これら三町の所在地は、海老鳥川の東側で、現在の羽田空港用地生誕の整備地区周辺にあたる。これら三町の沖合には、江戸幕府の築いた五台場の跡があり、羽田三村の飛び地となっていた。この地は、現在の国際線、ターミナルビル付近にあたり、 昭和7年の鎌区成立に際して、羽田五台場、鈴木五台場、両主長五台場の3町となった。なお、戦前の地図を見ると、羽田鈴木町の東方に、羽田五台場、鈴木五台場、両主長五台場の3つの町名が併記されており、これら3町の境界線は明示されていない。終戦直後の昭和20年9月21日、海老鳥川伊ワの羽田鈴木町。 羽田穴森町、羽田江戸美町は連合国軍によって接収され、羽田エアベースとなった。この際、地区住民約3000人は48時間以内の全員強制退去を命じられ、地区にあった建物等はすべて撤去された。エアベースが日本国に返還され、東京国際空港となったのは昭和27年のことである。強制退去により、 住民がいなくなった後も羽田鈴木町、羽田穴森町、羽田江戸美町、羽田五台場、鈴木五台場、両市町五台場の6丁目は、形式的には昭和42年まで存続していたが、同年の住居表示実施によって、羽田空港1.2丁目となった。大田区では、全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 当該住居表示実施直前の休帳名の一覧である。休帳名の後に途中記したもの以外は当該休帳一期の一部である。ありがとうございます。